レナチとリナプッチのピチピチつながり TV ピピピー。レピチがデビューの前日の日にケーキを食べたということで、釧路市内にありますパティスリーとしおさんというところでお母様がねご用意してくださったケーキを、とっても可愛らしいケーキなので、レピチの動画でご覧いただきたいなと思います。どうぞ。始まりました。今日はですね、始まりました。今日は3月4日なのですが、3月5日、明日私の誕生日でございます。そして3月5日、私のリナプッチデビューでございます。皆さん、この日のためにいろいろとありがとうございます。明日生配信があるためお祝いができないので、今日3月4日前倒しでお誕生日をお祝いしてくださることになりました。そしてですね、パティスリーとしおさんでお作りしてもらいました。そのケーキがすごいんです。見て、鮭持ってて黄色いパーカーで、あ、ついちゃった、ついちゃった。見てください、ジンギスカンスカート。しかも見てください、これ、ただこれは狙ってはいないと思うんですけど、ホタテ貝みたいじゃないですか。ホタテの七色の、七色ね、青、紫光りしてる。すごい。これをね、家族みんなで食べようと思います。すごくないですか。ちょっとアップにして見せますね。食べたいと思います。ここから投入式をしたいと思います。21になってまだケーキを一度も切ったことがありません。では行きたいと思います。投入式じゃ、入刀式な、入刀式。お母さんは多分確かこうやってやってたはず。待てよ、ここ、合ってるじゃん。自分で思った通りに切ってみればいいんじゃない。へん、綺麗な包丁じゃないはずなのに切れなく見える。自分で思った通りに切ってみればいいんじゃない。では今切ってきました。最終的にはお母さんが切ってくれました。いただきます。頼んだの2月の中ぐらい。すごく飽きた。うまっ、おいしい、幸せです。本当に今日ケーキ食べて、明日デビューして、レナチさんに会えてデビューして、そして写真撮ってもらって、レナさんと一緒に生放送で初めましてをできるという。でその後に甘い、さすがとしおさん。感謝の気持ちを伝えにパティスリーとしおさんに行ってきました。この曲、とし尾さんのオリジナルの曲です。ヒートボイスさんが作った曲です。とし尾さんでやっているケーキ屋さんならではお菓子生ケーキも当たる当店オリジナルガチャをやっていきたいと思います。赤カプセル、大人のガチャ、1回200円でできます。ではやっていきたいと思います。あ、ガチャガチャやってることないの。そこそこの下、違う、そこそこ、あ、このガチャ、あ、秘密の、やばじゃじゃーん、鉛筆ですね、同じ黄色が、レンジから。ありがとうございます。次は大人ガチャをしていきたいと思います。大人ガチャやっていきたいと思います。年子さんならではのとても魅力的なガチャとなっております。皆さんぜひやってみてください。このケーキが、このケーキが焼き菓子が並びます。どうしよう、どうしよう、どうしよう、真ん中の、さっきをいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一緒だ。ありがとうございます。
紹介第3弾ということで、パティスリー敏夫さんに行ってきました。敏夫さん、和智さん、ありがとうございました。また来ます。いやー、すごい、ありがとうございます。皆さんでピチポーズ、レナチポーズしていただきましてありがとうございました。大人ガチャでね、ケーキとか焼き菓子が当たる、すごいですね。ケーキ屋さんでガチャがあるっていうのはね、初めて知りました。すごい。ぜひね、私もガチャやってみたいなと思いました。レピチ、また敏夫さんご紹介してください。ありがとうございました。